あ、これがミシュランの人気の水餃子。電話で来るんですか、ミシュラン。来たんです。あ、ほら来たんです。あ、卵のやつですよね、サンダーさん。とろけますね。お疲れ様です。お疲れ様です。広東水餃子だよ。あ、あれですね、あれなんです。実は餃子がないんですよ。あ、ほんまだ。広東水餃子よ。前回も来たんですけど、はい、今回もちゃんけさんが行きたいということで、はい、で、まあそれはそうなんですけど、今日はあの土日、土曜日なんで、はい、土曜日限定で食べれるものがある。あ、そうなんですか。はい、大丈夫ですか。はい、じゃあいざ行きましょう。で、ただいまこっちで。はいはい、どちらでも。じゃあ早速こちらがおすすめなんですよ。あ、水餃子。あ、サンラータンスペアリブ水餃子。このスペアリブも美味しいって聞いて、僕ちょっとこれキュウリのニンニク漬けがめちゃくちゃ気になりました。うわー、ビールあるし。卵のやつですね、サンラータン。ちょっとね、楽しみですけどね。これ、姉さん、エビ餃子と香味野菜、多分取ったんですか。そうですね、なんか3種類あったということで。3種類セットがあるんですかね。いや、もう別々で。あ、エビ餃子を食べてみたいね。とりあえず、あの、これが、うん、ね、え、その電話で来るんですか、ミシュラン。いや、もう来たんです。あ、ほら来たんですか。はい、何回も来るらしいです。あの、普通のお客さんとして、もうシークレットで、はい、ミシュランのそのミシュランの方が来て味を見て、結果発表になりました。これ何年も経って、ああ、何年、すごい、いろいろな、何回も来るらしいです。その方も多いよ。あ、そうなんですか。来ますよね、確かに。ひなせの牡蠣のついでにちょっと寄ったりとか。でもうちの33年少しかな。ああ、もう33。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。うまそう。これが、これがね、で、これ頼んでそのサンダータンメン、サンダータンメンが注文できる、はい、ことです。はい、ミシュランの人気の水餃子できます。もちろん餃子のスープがね、肉汁がパーッと溢れるんですけど、皮もめっちゃもちもちで、なんていうんですかね、普段の餃子にはない旨味が、なんかいろんな旨味が凝縮して、ブワッと一瞬でね、広がりますね。ジューシーだよね。ちょっとね、これほんまにうまい、うまい、うまみっていうか、個人的に僕タレいらないですよ、これ。ね、餃子ついたらビールを控えます。また変わった感じでね、なんていうんかな、言い表せないというか、ね、こちらのなっています。うん、美味しいですね。優しい感じで、うん、そう、市販のエビってなんかあんまりエビの食感はありますけど、エビの風味がガツンと食うことはあんまないと思うんですよね。そのチェーン店とかのエビ餃子とかエビ水餃子とかありますけど、エビシューマイとか、ここはもうひなせのね、エビを使ってるんで、エビの旨味が一口グワッて、栄養がグワッと口になくて、まあ僕ニンニクももちろん大好物ですし、キュウリも好きなんですよね。でもキュウリとニンニクの組み合わさった食べ物初めてなんです。もうね、ニンニクのかけらがついてます。
ます。これ持ち帰りしよう。これめっちゃ美味しい。こちらが限定でございます。もうとろけますね。はい、そうか。うん、あ、美味しい。これご飯が欲しくない。ご飯欲しいですね。店員さんおすすめのブラックペッパーを入れて、これ好きなんですよね。ですね。それが、まあ、前回は食べたんですけど、ちょっといただきます。エビを10。うん、美味しい。どうですか、やっぱ美味しい。美味しいっていうか、なんていうんかな、これが本物なんだな。なんかあんまりこういう本格的な食べ物なかったんで、これ汁がなんか美味しい、ね、美味しいですね。ご飯かけて、ご飯にかけてみたい。うん。なかなかこの餃子の味は出せない。使えるんですね。はい、使えます。今日は2000円分あります。ありがとうございます。ありがとうございます。よし、ごちそうさまでした。ありがとうございました。じゃあ最後に締めよう。はい。というわけでどうでした？美味しかったっていう一言。もうなんつうんですかね。餃子結構好きなんですけど、餃子屋さんで焼き餃子がなくて水餃子に特化している店っていうの初めて食べましたけど、水餃子ね、そもそも僕焼き餃子しか食べないんですけど、水餃子はめちゃくちゃ美味しかったですね。また個人的にまたご家族と行って、はい、また行きます。ありがとうございます。で、駐車場がもうすぐ横しにあるんですよね、うん、だから意外とないのかなって雰囲気するけど、ちゃんとあります。そうですね。あ、来る。結構通りも、はい、分かりやすいのかな。そうですね。もうすぐあのローソンの稲瀬店がありますんで、それをずっとね、稲瀬方面に向かってくれたらあるということで。はい、そんな感じです、ね。はい、おいしかった。はい、ごちそうさまでした。はい、まあ、ここ旅館なんですね。もともとなんですね。まあ、歴史は長いということで、まあ、その歴史を感じに来てください。はい。大丈夫ですか？はい。はい。ありがとうございました。また。はい。はい、お願いします。ごちそうさまでした。ありがとうございました。バイバイ。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。